おはようございます。4月10日モーニングショットをお届けしたいと思います。本日はですね、指し値の方はいたさず、マーケットの方基本押し目買いで買いたい考えたいと思いますが、指し値は置かない形としてみたいと思います。ドル円ですが、132円の2010買い、131円の80ストップ、132円の7585利食い、本来131円の50にかけての押しを買いたいと考えておりましたが、あんまり押しがなく、132円台へ入りましてから、なんと668まで上昇してしまい、そう簡単に131円台まで下がってこないイメージなので、132円台でビットしてみたい、そんなふうに思います。ユーロドル 1.08 の8575買い、 1.0850 ストップ、 1.092535 利食い、ユーロ円は144の1505買い、143の80ストップ、144の8595利食い、ポンド円164の2010買い、163の85ストップ、164円の8090利食い、タイドル 1.244050 売り、1.2485 ストップ、1.2465ストップです。失礼しました。それで、1.23 の8070利食い、OG 円88円のちょうど87の90で買いから、87の60ストップ、88円の5060利食い、タイドル 0.668090 売り、0.6720 ストップ、0.661505 利食い、ニュージー円は82の4535買いから、82の15ストップ、83の2030利食い、タイドルは 0.62 の6070売りで、 0.6295 ストップ、 0.62 ちょうど6190で利食いのイメージを作りました。まあ、本来、一回ですね、海外勢がイールドカーブコントロールの、まあ、変更を期待をして円買いをしてくるのかなと一瞬思って、まあ、朝方実際131円の837まで下落をしてましたので、まあ、一回これで中値にかけて上がって、で中値終わればまたもう一回海外勢売ってくるかなと思ってたんですけど、結局中値の時に上に上がったまま落ちきらずに、さらに高値を更新してしまい、132円台半ばで今張り付いた状態となってしまいました。ここでは買いたくもありませんし、売る気がないので、まあ下がるのを待つ、下がらなければまあ今日は様子見でもいいかなと、そんな感じで見ております。上田さんの、まあ、記者会見の方が夜なので、まあ当初その話を聞いた時にもしかしたら午後ぐらいにあるのかなと思ってたんですけどね、どうもこれが東京時間帯ではない時間帯で、発表されるようなので、まあ、それまではちょっとしばらくこの高値圏での揉み合いになるのかもしれません。あまり無理せず、推しがあれば買うスタンスで考えてみたいと思います。モーニングショットこれで終了です。